新しいオフィスに引っ越して、ウッキフキの二人。しかし、大きいオフィスへ引っ越したが、従業員が不足しており、空きスペースが目立ちます。ゲーム業界的には、高性能になったハードウェアにより、本格的な 3D グラフィックを表現できるようになった、第5世代ゲーム機の足音が聞こえてきます。そのような環境の中で、1993年の会社経営が始まります。お帰りなさい。ことのは、葵です。ことのは、あかねや。今回は投稿間隔早いな。いつもは、月一本投稿なのにね。それは10月末に、世界ゲーム機対戦の新作動画と、価値は完全になくなってしまった。ゲームグラフィック TV の新シリーズが始まった影響ですね。どちらも、ニコニコ動画のゲームの歴史リンクタグで、人気の作品だからね。第5次世界ゲーム機対戦の方は、ちょうど、この動画と近い年代を扱っているので、参考になるわ。前から思ってたんですが、世界ゲーム機対戦という割には、アメリカの状況ばかりですよね。ヨーロッパは長らくテレビ局が教育抜け放送局しかなかったことが影響してテレビ普及率が悪く、ビデオゲームがあまり流行らなかったのかな。そのあたりはよくわからないけど、民間放送局が少ないせいでテレビ CM が少なく、サッカー中継に向いていたので、ヨーロッパではサッカーの人気が高いと聞いたことはあるよ。話題がテレビゲームからそれてきたので、これぐらいにしとこか。何これ、雑誌が開発中のゆかりの冒険島について批判的な記事を書いてので人気が下がったのか。ゲームの場合は雑誌のレビューでダメ評価を受けるのは理解できるけど、まだゲームリリースしていないよ。まだ進捗率 57% だけど、テスト版でも流出したのか。テスト版で批判されてもね。ゆかりとゴルフ販売終了のお知らせ。販売本数34万2266本で、利益は365万ドルだよ。はい、では、新ハードアミーガ CD32 について解説します。アミーガシリーズは、もともとアメリカのコモドール社が、1980年代にリリースしたパソコンシリーズです。アミーガは、他社製品と比較して、グラフィック面で秀でていました。そのため、ビデオゲーム用用途としても結構売れていました。しかし、1990年代に入ると IBM、PC、AT ボタン機や、アップル、マッキントッシュに性能面で追い抜かれてしまいました。さらに、ゲーム機としては、メガドライブやスーパーファミコンが普及し、質、量的に太刀打ちできなくなってしまいました。そこで、コモドール社は、パソコンアミーガ1200をベースに、CD ドライブを搭載したゲーム機アミーガ CD32 をヨーロッパ向けにリリースしました。なぜヨーロッパ向けかというと、当時のアミーガはまだヨーロッパで、一定のブランド力を保持しており、巻き返しが可能であると考えたようです。しかし、実質的にアミーガ1200に CD ロムドライブを搭載したものであるため、アミーガファンからの反応は良くなく、アミーガ CD32 発売から半年後に、コモドール社が倒産してしまい、製造中止になりました。ですが、1993年のイギリスにおけるクリスマス商戦で前線し、一時的にメガドライブ向け CD ロムユニットメガ CD よりも普及したようです。アミーガ CD32 は CD ロムドライブや MPEG-1 デコード機能を有し、これから続々とリリースされる第5世代ゲーム機の片鱗を見せているゲーム機でした。はい、では新ハードの解説の前に、ゆかりの冒険島が完成したので、こっちが優先だよ。そんな、ゆかりさん主役のゲームだからええやろ。しかし、ゲームエンジンに進んだ 3D エンジン機能があるのに、サムネが横スクロールアクションゲームなのか。対象ハードがパソコンと MacOS だから、もうちょっとなんとかならんのか。ハードの性能が上がってきているけど、パソコン系は、購入機種によって性能差が激しいので、比較的無理のない描写としてああなったんだよ。私が 3D 化したら、プログラマの手違いによって、こんな体型になるでしょうね。いたしません。そんな、ゲーム実況に話を戻して、今回は、おまけにステッカーをつけてみるで、これで19ドルは安いよね。それでは評価は。78% か、まあまあやな。なかなか、80% オーバーできないね。品質管理部門によるゲーム性の向上が必要か？はい。では、新ハード 3DO の解説に入ります。3DO は、歴史あるビデオゲームソフト開発会社、エレクトロニックアーツの創業者の一人が考え出した、マルチメディア端末企画である 3DO 企画に基づいた端末です。あれ、ゲーム機じゃないの？名目上はマルチメディア機なので、情報加点になります。そのあたりはまた、後ほど説明します。
企画を提唱した 3DO 社は、自社で端末を生産せず、他の家電メーカーにライセンス供与して生産してもらいます。世界の有名メーカーが生産検討しますが、結果的に、松下電器、今のパナソニックが生産した 3DO リアルが主要生産機になりました。 3DO リアルは、1993年10月に北米にて価格699ドルで発売され、日本では1994年3月に5万4800円で発売されました。エレクトロニックアーツの創業者が提唱したことや他社製ゲーム機よりも非常に高性能であったため話題を集めましたが、発売時に人気ゲームソフトがなかったり価格が高額であったことから普及が伸び悩みます。また、3DO 発売時には間もなくリリースされる他社製新型ゲーム機が話題になったこともブレーキになっています。ゲームソフト的にはワープの D の食卓や好み、ポリスノーツ、カプコン、スーパーストリートファイター 2X などがありましたが、1995年に企画継承企業 3DO 社が撤退したことなどにより本機は終焉を迎えます。高性能を売りにした最初の第5世代ゲーム機 3DO はこうして歴史の波に消えていきました。あと本機の珍しい点としては、正式ラインナップとして18禁ゲームが出たことですね。基本的にエッジーゲームが正式ライセンスされんのにすごいな。そこはゲーム機ではなくマルチメディア機だからですかね。ゲーム実況に話を戻すと、アイレムとの生産契約期限が間に合わなかったので違約金の支払いが発生したよ。では遠慮なくゆかりの冒険島を生産するで、生産施設が2つしかないので間に合ってないのかな。そして資金枯渇のお知らせ、ゆかりの冒険島の販売を軌道に乗せないとね。はい、では新ハードあたりジャガーの解説に入ります。アタリ、ジャグアは1993年にアタリから発売されたゲーム機です。発売価格は250ドルでした。アタリ7800が1984年にリリースされた以来のアタリの新ゲーム機として注目を浴びましたが、アタリ、ジャガーは複数のプロセッサーを並行処理する関係でゲーム開発は難しかったようです。結果的にこれといったヒット商品もなく、プレイステーションやセガサターンの前に敗れていったゲーム機でした。そんなアタリも2018年にアタリボックスをリリースするみたいやな。ゲーム実況に話を戻すと、ザ・ビットマップ・ブラザーズから販売オファーがあった。リアルタイムシミュレーションベネジアを販売するよ。しかし、対応機種が、PC、コモドール64、セガ・メガドライブ、セガ・マスターシステムなのか。それよりも、題材がエロティックなのがようわからん。名前的に中世ヨーロッパの木造船を、擬人化したゲームなのかもな。ダメージ受けると、女の子の服が脱げちゃうのかな。それは、20年後に流行りそうなシステムやな。有名漫画家のプレイングミスを期待したいね。ゲームコンベンションから参加募集のお知らせやな。発売したばかりのゆかりの冒険島を出展するよ。でかいブースを借りれば、最大3つまでゲームを出展できるで。なお、最初の東京ゲームショーは1996年なので、1993年だと東京おもちゃショーへの出展かと思います。ちなみに会場は幕張メッセでした。当時の出展企業がどのようなものか不明ですが、ビデオゲーム開発会社が出展できたんですかね。で、次のゲーム開発はどうしようか。そろそろ続編ゲームを出してみたいと思うよ。というわけで、コープスの続編を出すよ。題材や対象年齢はそのまま。対応機種はスーパーファミコンとメガドライブ。あとは、以前のパラメータをそのまま流用するよ。えらいざっくり決めたな。題名もそのままなので、どちらかというと、追加要素があったり、問題点を修正した、移植版って感じだよ。経済危機による、新規請負い仕事が発生しなくなるイベントか。請負い仕事は、開発部門の稼働タイミングを、合わせるのに使ってるから、あまり影響はないね。11月第3週までカットしたで、品質管理部門部屋を一つ追加したよ。というわけで、求人応募を確認するで。デニー、マベラが優秀だね。調べてみましたが、モデルとなった方は、わかりませんでした。日本語じゃないと、いまいち連想できないので、調べにくいですね。コープスの続編も、そろそろ完成するので、新しいゲーム開発を考えなきゃね。というわけで、ダンジョン&マキの続編を、コープスの仕様を流用して開発開始や、対応機種はパソコンとメガドライブだよ。RPG のリリース数が増えてきたので、最適パラメータが分かってきたが、しかし、まだ対応機種が2機種までなのか、
ゲームリリース数がまだ少ないので増やせないんだよね。一本のゲームを開発するのに半年ぐらいかかるので、自社開発ゲームの本数増やすのは大変やな。モーションキャプチャスタジオがアンロックしたよ。アンロック条件はゲームジャンル、インタラクティブ映像の研究完了か、専用のマーカーを体に複数取り付けて、人の動きをリアルに取り込むシステムだよね。3D なゲームで使うと効果高そうやな。モーションキャプチャを利用した、この頃の代表的なゲームは、セガのバーチャファイターがあります。コープ推測版が完成したよ。来週発表のマッドゲーム大賞ノミネートに、ギリギリ間に合ったな。これなら年末商戦にも参加できるね。今回はポスターをつけてみるか。3機種対応できるようになったよ。それでは評価は。評価 88%、 今回はいい出来やな。特にサウンドがいい評価だね。面白さ重視の評価が低いのはまだパラメータ設定が甘いのか。では12月第2週のマッドゲーム大賞の発表だよ。やったで、コープスが最優秀作品に選ばれたで。ようやく自社開発ゲームが最優秀作品に選出されるようになったね。おかげで人気度が42から52に上昇したで。もしかして初ミリオン達成もできるかもね。良い感じで今年も年末を迎えられそうやな。そうだねお姉ちゃん。はい、ここからは1993年に発売された重要そうなゲームを紹介します。最初に紹介するゲームはこちら、ビドソフトウェアから MS-DOS 用シェアウェアとして公開された Doom です。前回の動画で取り上げたウルフェンシュタイン 3D の発展版で、高い完成度から大ヒットとなり FPS をゲームジャンルとして定着させたよ。出てくる敵を片っ端から倒していく単純性と、隠し部屋に武器やスイッチがあるなどアドベンチャー要素を兼ね備えたゲームや、 Doom が大ヒットしたためその後類似のゲームが多数発売されていきました。様々な他機種へ移植されていますが、1990年後半にオリジナルのソースコードが公表され、ファンによって様々な改変や移植が行われました。続いての作品はこちら。ナムコのレースゲーム、リッチレーサーです。テクスチャマッピングによる最初期の 3D レースゲームだよ。リアルな車としての挙動よりも、高速でカーブを曲がったりジャンプしたりといった爽快感を重視した作品やな。1994年に、プレイステーションのローンチタイトルとして本作品が移植されています。リッチレーサーシリーズは様々なゲーム機のローンチタイトルになることで有名で、プレイステーション2、PSP、Xbox 360、PS3、3DS、PS ビータのローンチタイトルになったよ。続いての作品はこちら、セガのバーチャファイターです。世界初の 3D ポリゴンを使った対戦格闘ゲームだよ。3D キャラをスムーズに動かすのにも苦労していた時代に、2体の 3D キャラクターがスムーズに格闘する様は衝撃的だったで。当時の 2D 格闘ゲームは、パンチとキックが、それぞれ弱、中、強ボタンになっていましたが、パンチ、キック、ガードの3ボタンとシンプルにしたことが特徴です。1994年発売のセガサターンのローンチタイトルとして移植され、そちらも高い評価を得ました。続いての作品はこちら、カクテルソフトのアダルトアドベンチャーゲーム、カスタムメイトです。ただの18禁アドベンチャーゲームではなくて、プレイヤーの好みに合わせて女子キャラクターを作ることができるゲームでした。女の子をカスタマイズできるゲームとしては結構先駆者らしいで。ちなみにどんな感じになるかというと、こんなのや、こんな感じらしいで。基本的にはエッチなことをするゲームなのですが、カスタマイズによって攻略難易度が変わるようです。1993年のビデオゲーム紹介はこんな感じで。それでは、前回の動画をニコニコ動画で宣伝してくれた方の紹介、キシムスフルンさん、猫になりたいさん、宣伝ありがとうございます。今回は会社名間違えませんでしたよ。まあ、当たり前のことなんですけどね。そんな、前回の動画投稿直後から、今回の動画を作り始めたが、目標の1週間以内にはできなかったな。スカイリムを放浪するのを控えたんですけどね。ウプ主は基本全人プレイらしいで。この動画を投稿したら、マルカルスにある、廃屋捜索を手伝うらしいよ。
それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。